ファンフィレファンフィレは、ベトナムの大学教授であり、ベトナムを代表する歴史学者。専門は、ベトナム前近代史。ベトナム国家大学派の移行人文社会科学、大学校歴史学部教授。ベトナム歴史科学会議の第2から5期主席。1934年2月23日、ベトナムのハティンショーロ小ク派遣タックチャウ社に生まれる。外交官で少将を務めたファンフィーイック。 学者で、歴長検証類史の著者ファンフイウ、少将を務めた、文筆家ファンフイ・ビンの後裔、現長期中年家第三行動紳士出身で、行部老中、ファンフイ・トゥンの子。母方のカオスアン家は、カオスアンズック、カオスアンティウ、カオスアンフイなどを輩出し、富裕な虚業の名門として知られる。次女ファンフォンタオは、ベトナム国家大学派の以降人文社会科学。 大学校歴史学部講師、末娘のファン・ハイリンと外孫のファム・レイフィは、同等法学部講師。1952年に、当時タインホアに疎開していた、大学予備校入学、ダオズイ、アイニや、チャンバン・ザウの指導を受ける。ついでハノイ市販大学の七班に入る。1956年、卒業と同時に、ハノイ市販大学などを統合して、 ハノイ総合大学が設立される。そのまま歴史学部ベトナム古代中世部門に採用される。ダオズイ、アインの指導の下で教育、研究に従事するが、58年にアインが私学院に移ったため、部門主任となる。1980年に教授号を得る。2018年6月23日、ハノイの病院にて死去。84歳没。ありがとうございます。